んにちは。こんにちは。満月とレインボータイム、はい、今日も、ね、いい天気で、そうですね、はい、今日、ゲストでお越しいただきました水木ほまれ先生、占いセラピストの、はい、はい、あ、今日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、今日は本当先生楽しみにしておりました。はい、ありがとうございます。こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます、はい、ね、本当にあの今日で5回目になるんですけども、あ、はいはい、もう1回目の時からねお話ししてまして、はい、はい、そうですよ ね、 ね、はい、その時は、月に1回ねこうやって放送させていただいてるんですけども、はい、もう5ヶ月目になるんですね。すごい本当に、うん、でね、水木先生にもその当時からねこうやってお話ししてたんですよね、はい、そうなんですよ、お声かけていただいてて、ね、はい、たくさんねPR していただきたいこと、話したいことたくさんあるって言われてましたんで、はい、楽しみにしてるんですけど、はい、ありがとうございます、はい、まず本当に、はい、一言よろしくお願いします。はい、はい、先ほど紹介していただいた占いセラピーをさせていただいてます三月ほまれと言います。で、今日前からお話しいただいてたんですけども、その時も占いセラピーとか、まあ、ハンドメイドのスカンディナモスアートとかっていうのをしておりまして、そういうお話をさせてもらおうかなと思ってたんですけど、実は5月の7日から喫茶店をオープンしまして、今日はちょっとそちらの方をメインに、はい、ちょっと PR っていうかねお話しさせていただけたらなと思って参加させていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです、はいはい、ね、先生、どちらの方で どういったお店を開かれたんですか。はい、地下鉄多摩出駅、四つ橋線になるんですけども、はい、それのとこで上がってもらって徒歩30秒のところなんです。駅からめちゃくちゃ近いんで分かりやすいと思うんですけど、でそこで今出てる喫茶ジュリンっていうのをさせてもらいました。ね、外観も古いですけど、実はもともと母がやってたところなんです、はい、お母様が、はい、でそこで1年半ぐらいちょっとお店を辞めて閉めてたんですけど、5月から私がちょっと喫茶店始めてみようと思って、はい、ね、しました、はい、喫茶樹林ってね、うん、樹木の樹に林なんですけど、はい、皆さんねキリンさんキリンさんって本当ですねそうとも読めますもんね。そうなんですキキキリンさんのとかね、なんかそんなイメージがあってね、はい、なんですけど、とても素敵な名前です、はい、ありがとうございます。で、まあ、そこで喫茶店を今9時半から5時までさせてもらってます。で、まあ、一人でやってるんで、なかなかこうね、まあ、いろんなメニューをしていきたいんですけど、うん、まあ、最初からずっとモーニングって言って、お店開けてからお店閉まるまで、はい、ずっとモーニングをずっとやっております。素晴らしいよかったら皆さん、で、まあ、徐々にね実はメニューが増えていって、はい、チーズトーストセットとか、はい、今ちょっとランチとかもさせてもらってたりとかしてます。またモーニングとは別なメニュー で別のメニューでランチメニューも、はいはい、させてもらってます。で、ちょっと来週からまた新しいメニューがすごいちょっといろいろとねチャレンジしております、はい、で来週からはモーニング のご飯版おにぎりバージョン、いいね、おにぎりとちょっとおかずをつけて、うん、お味噌汁と、まあ、ドリンクをセットにしたものを来週から月曜日から始めますので、もし皆さんよかったら、はい、食べに来てください。素晴らしい、はい、でそこで、まあ、ごめんなさい私ベラベラ喋っちゃってますけど、もうお願いします、はい、そこで、うん、まあ、交流会っていうのをそのイベントとかもいろんなことをしてまして、で9月1日とかって言ったらお店、まあ、日曜日なんですけど、そこでちっちゃなイベントをしてます、はい、で私はその時にハンドメイドのちょっとここに飾ってる
スカンディナモスアートって北欧の苔をあのねちょっといいですか、すいません、あ、ごめんなさいね、こういったねこういったものとか、こういったこれすごいですね、こうね、かわいいね、はい、木をあ、はい、描いてはるんですね。これは生の苔、そうなんです、生きてるんです、生きてるんですね、今現在生きております。で100年生きるんですこの子たち、でメンテナンスフリーで、あの何ももう肥料も何もお水もやらなくってっていう感じの苔なんです。これをね、すごい可愛いです。その日はイベントで私が あのワークショップで作るお手伝い、ね、をさせてもらいます、うん、でカフェコーナーもあって、それは別でカフェを担当してるくれる人と、で占いコーナーまたそれも別 であとマッサージとかねしてくれる人が来て、まあ、すごいですね、でそれでそれもねもう8回ぐらいになって、去年1年間やってね、もう、であの結構まあお客さんも出入り自由なんで、好きな時に来ていただいてっていう感じでさせてもらってます、うん、はい、またよかったら皆さん来てください、ね、はい、なんか楽しそう、はい、うん、楽しいのが一番です、ね、本当にその通り、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。私にもね、あので出会わせていただいて、こういう苔をされているということで、そうなんですね、苔アートの、うん、あのプレゼントしていただいたことがありまして、このちょっとね、あの私が飾ってるんですけども、はい、ありがとうございます、ね、お店飾っていただいてて、ね、本当にお店のねイメージ、あの満月なので、満月を入れていただいて、で私のイメージの色ということ で、ね、先生から見た私の、 あの、うん、ね、満月ひろみさんのイメージっていうのが、はい、こういう感じで、あのね、あそこになってるのも土台があの着物 の、まあ、長襦袢の方なんですけど、生地でよく見たお鶴が、ね、そうですよね、地模様で、地模様でね、鶴が飛び立ってこうね、2羽の鶴がパーッと、そうなんです、なんかそのイメージがなんかこうあったん で、 でそこにちょっとね分かりにくいかもしれませんが、あの満月を ね、 満月ね、イメージしてとかいうので、はい、ちょっと作らせていただいて、はい、ちょっとプレゼントさせてもらったんですけど、そうですね、ありがとうございます、いえいえ、そのインスピレーションかき立てられたんだっていうアーティストみたいなこと言ってますけどもね、本当に先生との出会いっていうのが、で私のお友達もね、そうですよ ね、 月1回のイベントをされてるね、うん、あのお部屋がありましてね、そこに毎月楽しみで、あの女子力を高めるために、はい、ね、行ってるんですけども、うん、そこにこの、 あの占いセラピストとして水木誉先生が来られてて、はい、そこで ね、 あのですね、ね、占いコーナーっていうのをされてたんですよ。それで私がそこに吸い込まれるようにね、なんか聞きたいことをたくさん聞かせていただいて、ね、はい、ね、不思議ですよね、出会いって ね、うん、ね、本当にね、うん、直接じゃなくて、ね、ここにもう一人ね、はい、いて、ほんでそこからので、まさか、はい、いや、なんか出会いがね今年やんね。そうですね、あ、そうですか、そうなんです、ちょっと節分を明けたぐらいの時でしたね、本当 ね、 ほんまやね、なんか言うても、まあ、だ半年 ね、 ね、ちょっとぐらいですもん ね、 ね、いや、ちょっと今日びっくり、ね、すごく前から知ってる感じで、こう、そうですよ ね、 ね、そうなんです、もう私の本当職業とか今知ってること何も話もせずに、あの見ていただいたんですけども、すごく適切にこう分かりやすく今の私の状態を見えてるかのような、うん、分かりやすく、分かりやすくこう説明していただいて、うん、こういうことをされたらどうですかっていう、合ってますね、こういうことをやられたら合いますねっていうことが今私が取り組もうとしてることだったりね。そうですね、はい、もうね、それをされてるっていうのがさすがやなっていうのがありましたいや、もうほんまに資質で持ってはること、ちゃんと自分で分かってやってはるって素晴らしい、うん、なので、先生にね気づかされて本当にね、やる気を出させていただいたという、そんな言ってもらってめっちゃありがたい、嬉しいです、ね、本当に、ね、人生相談という ね、 うね、今お名刺も、ね、はい、作られて、本当にそれがぴったりの先生なので、ありがとう、いや、ね、そんな、なんかそのためにそのためにお店に行かれたってことですか、お店に行かれたいみたいな、私のお友達が最寄りの駅で、うん、住んでおられるんですけども、そのマンションの一室で
あの毎月ね、月1回あのそういうイベントをされるんですよ。でそれでその方とも私も長いお付き合いですよね。もう30年ぐらいのお付き合いになるんですけど、うん、その彼女のやってるイベントに今私が月に1回顔を出すんですけども、うん、ねえ、ならまあこの先生に出会いまして、ね、でも大切なご縁ですね。そうですね、そこからまたね、いろいろと、ね、すごい本当 ね今あのこういうね、あの例えばなんですけども、これが一番わかりやすいですよね、うん、この京都のね、あの今度ポント町で、前回は堺であったんですけど ね、 あのこういうあのなんで着物のね、うん、和の和というあのそういう主催されてる方がいまして、うん、日本の伝統和を大切に守る会というね、だからすごく国際的で、あの外国の方もものすごい注目されてる、うん、あの参加したい、でまたその国へ行ってね、あのその国でこのことをやってほしいと、そういうようなあのことをね、イベントをされてる方と、和の文化を海外に、うんうん、そうなんですよ。それをあの着物に対してとかすごく興味を持っておられて、あのそういうあの外国の方が多いんです。ぜひともね、そういうあのファッションショーとかそういう世界をあのご自分の国の方でやっていただけたらって、こう依頼を受けてね、そういうあのご縁があったんでね、うん、そのことについてちょっと先生にもお誘いしてみたら、先生もたまたまこう着物に興味がありまして、うん、よく着物を着られるんですか、ね、いや自分で着れないんで、こういう機会に着れるんやと思って参加させてもらって。そうですね、本当着たいなって思われてる時に、うん、こういうお話がね、うん、あのこれいつですか。今度はね、9月の8日89月8日日曜日、京都ポント町のかぶれん城という場所で、あの花道を通って ね私たち1時から会場1時からですね。で夕方3時半かぐらいですね、うん、結構ね、うん、15組ぐらいの、あそうですね、すごい参加者の方がいろいろいらっしゃって、いろんなパフォーマンス、着物を着ながら、そうそう、うん、私のこの満月クラブというグループが、まあ、10名ぐらいね、今本当にあの今練習中なんですけど、練習しております。お稽古してる。入場料はいくらですか。入場料は今回は3000円です。前回は2500円だったんですけど、今回ちょっとかぶれん、京都かぶれん城ですごくあの歴史ある伝統の場所なので、3000円というね。でもいいね、なんかすごい文化を味わえる。そうなんです、うん、皆さん本当素晴らしいショーを見せてくださるんですね、うんうん、もう一般参加ですので、うんうん、もうその方たちが一生懸命練習して、その和の世界を表現されるんですね。そうだね、はい、これ見えるのかな。もうちょっと、そうですね、それアップしていただいて、あ、もうちょい、うん、まだまだね、チケットもありますのでね、ぜひともね、あ、いい感じです。この私の方にご連絡いただきましたら、はいはいはい、はい、フェイスブックでもまたね、お知らせしていきたいと思いますので、インターネットで検索はできるんですか。あ、検索って、検索、そうですね、あのホームページとかね、うん、あると検索したら出てくる、出てくるもんね、はい、詳しくなるとか、ね、はい、そうですね、また、うん、あの私たちの、ね、今回出ますのでね、はい、ぜひとも見に来てほしいです。またチケットの方はまたあのご連絡いただきましたら、あの直接手渡しさせていただきます。はい、またぜひ見に来てください、ね、皆さん来てください、うん、はい、今もう本当、ね、練習中でございますので、ね、なんか本当に今こういうことで楽しませていただいて、ね
嬉しい、ね、なんか、まあ、いろいろと、まあ、あの参加もししたいっていう方がいらっしゃったら次回ねまたあのね参加できたりとかも一般の方でも全然 OK なので、うんね、一度まあ見に来ていただいて、ねねでね、あのいや私もしたいとかっていう人がいたら、うん、または私たちのグループの輪を ね広げていったらいいなって少しずつ皆さん広げてあのみんなでねこう達成感味わいたいと思いますんで、はい、やはりちょっとあの私も前回初めて出させていただいて、うん、すごい緊張はするんですけどやっぱり着物着れたっていうのと、まあ、人前でねこう、うん、あのまあ着物着てちょっとパフォーマンスさせていただいて、うん、表現をして ねそうするとやっぱりちょっと自分が変わってきたりとかね自信につながったりとか、うん、ねあの一緒に参加してくださった方たちもそんな感じでしたよ ね、うん、なんかちょっとなんかこうきっかけにこういう風なね、うん、チャレンジしてもらうっていうのもいいかもしれない、うん、そうですね、はい私たちと楽しく、ね、そうです例えばね海外の方でもね、まあ、例えば中国の方とか、ね、そういう方でもね20名ぐらい参加されるとすれば、うん、10名があの和の素材で、うん、あのチャイナ服を10名着られて あとその日本のその着物を着たいという方10名と20名で参加されるとか、うん、そういうあの海外のね、団体の方もいられるし、うん、で今回はそのインドのねあインドの ねそうそうねあのちょっと、ね、日本通の偉い方が大富豪様の方があのいらっしゃるみたい で、ね、であのまたインドの方でも、うん、それをこれをまたインドの方に持って行って、うん、そういうショーをね、うん、することになってるんで。うん、それのまあちょっと、ね、下見にまた来られるみたいな感じです、うんうんね、その中でまた選ばれるとついて行ってもらえるかもしれないのでね頑張って、ね、そういう感じでね、はい、あの楽しんでいきましょう、はい、本当に、はい、うんはいそして、はいね、先生、はいまあ苔の、ね、こちらの方もあの私させてもらってますし喫茶店の方に来ていただいてそこであの、まあ、別で予約していただいたら手作りで一緒にこう作っていくこととかもさせてもらってます、はい、で、今日はお時間いけるんだったらちょっとね、うん私占いセラピーをもしてるっていうことであのカードを持ってきたので今日ちょっと必要なメッセージっていうのをね皆さん見ていただいた方に対して、まあ、あのこうリーディングカードをちょっと引いていきたいなとか思ってますので、はい、じゃあちょっといきましょうかね。すごいですね。見てくださってる方皆様に先生の方からねメッセージカードを送っていただきますのでいろんなね今思いがあったり事情がある方々が何かヒントになればというそうですね勇気を与えてくださるカードですのではいまあ、ちょっと私絵柄からちょっと読み解いていく方なのであの英語書いてますけどもすいませんそこは読ませてくださいはいちょっとこちらの2枚引かせていただいたのはジャジャさんにジャジャさんが英語の部分説明してくださいまああのねちょっとなんか皆さん新しい出会いとかこう絆がこう深まるとかっていうカードとかの感じなんで出てるんですけども新しい出会いがあったらまあね新しい出会いを求めるっていうのも大事ですし、うん、出会ってその人との、まあ、いきなりね、まあ、深くじゃないかもしれないですけどもちょ徐々にこうなんか良くなっていったりとか新しいこういう関係とかっていうのもあのこれから広げていったらいいかなっていうメッセージで、あの私は受け取ったのでこれをちょっと皆さん何か参考にこれからなんか出会いがあったりとか、うん、その人はなんかもしかしたらそのあなたのなんか、すごい深い、ね、関係になるかもしれないし、うん、なんかいい関係を作っていける人が現れるっていうメッセージ
なので、でそれをちょっと読み解いて思ってもらって、そういう出会いっていうのを思ってもらったらいいかなって思います。でもう一個は素晴らしい、なんかあなたの中の宝物を探しましょうとかっていう感じなので、なんかね、これから何か自分がやりたいこととかなんか見つけていくっていう感じのカードになりますので、はい、ちょっとね、新しい出会いとか、なんか自分の新しい発見、なんかこういうことができるとかしていきたいとかっていうのとかも何かこうね、思っといてもらったらなんか出会えたりとかするので、でそういう風なメッセージで受け取ってもらって、はい、なんかね、参考にしていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございますね、なんかすごく勇気づけられます。タロスではないですか、ね、あ、これオラクルカード、オラクルカードって言います。またタロットとは違うんですか。また違うんですね。タロットカードってまあ一般的にね、昔からある、オラクルカードって言って、神様からのメッセージとか神託とかって言って、はい、まあ、ポジティブなイメージのカードが多くって、これも私もさせてもらってるのは、まあ、プラスになるちょっとね、はい、こう優しい言葉のカードっていうのでさせてもらってます。はい、でこう何でもまあポジティブじゃないとダメなわけじゃないんですけど、やっぱりこう前向きになる気持ちってすごく大事なので、ね、そういうカードをちょっと今日はあえて、他にもいろんなことのカードはあるんですけど、今日はあえてポジティブなカードの方を持ってきて、ちょっと緊張しております。本当楽しみですね。ねえ、もう本当全部お話ししてほしいぐらいですけど、でもね、話しだしたら止まらへんねんけど、ね、ちょっと抑えながら喋らなあかんと思って緊張してます。どのぐらいですか、占いは。あ、占いはもう15年ぐらいしてます。で、いろいろ、まあ、数秘術、生年月日で見るものとか、何かいろいろ、まあ、こうステップアップしてきたんですけども、まあ、本格的にっていうのがもうここ何年間、ね、本格的にっていうか、まあ、やってたんですけど、もっとちょっときっちりと形にしてやっていこうっていうのと、あと講座をやり始めたりとかしたんで、でそれがまあ、3、4年前から、ご指導も、ご指導もそうですね、はい、まあ、こう教えたりとかっていうのもさせてもらったりとかしてます。はい、もともと好きだったんですか、きっかけ。きっかけ、私実はね、占いが苦手だったんですか。今も今でもまあ占いっていうか、まあ好きなんですけどね、昔占いに行って、すごい嫌なこと、私ね、すごいネガティブな人間なんだったんで、昔ね、でそれで占いって嫌なことを言われたりとかしたら、それをすごい気にして気にして生活してる自分に気づいて、じゃあもうその言葉に左右されてるやんと思って、あ、私はもう占いに行ったらそうなっちゃうからやめとこうって思って占いはずっとしなかっただったんですけど、まあ、きっかけっていうのはたまたまもうね、もうええかって、そんなも気にせずに生きれるようになったんで、まあ、友達と行って見てもらった時に、それがカバラ数秘術って言って、あ、知ってます、その、でそれの生年月日から読み解くんですけど、それがその先生に見てもらった時にすごい当たってるというか、なんかすごい、なんやろね、ちょっと衝撃を受けて、でそれからその数秘を勉強、ちょっと独学でしたりとかしてて、で、まあ、調べたらこう講座習いに行けるところがあったので、色が好きなんでカラーと連動しているものがあって、でそこでしだしたのが、まあ、この道のきっかけで15年ぐらい前なんですけど、でそこから、まあ、占いをしております。この話したら長くなるんですけどね、ごめんなさい。でも素晴らしい、15年は結構長いんだよね。すごいです、ね、本当に。そうですか、ありがとうございます、私が満月クラブを初めて15年になるんですよ。そうやね、同じような時期にスタートされて、ほんまやね、ほんまや、
なんかでもこれも不思議やね。でも1年で出会ったとは思わないぐらいです。まあ、まだ半年よね。もう半年ね。もう今の出会いとかこれからの出会いと本当大事だと思います。うんうん、よく行かれるんですか、あの占いとか。いや、私もね、あの好きなんですけども。あ、されたんですか。昔はね、若い時はよく見てもらったり、はい、そういう館に行って、まあ、の見てもらったり、うそういうのをしてたんですけど、うん、今はあまり、そうですね、今はね、なんか自分でこういろいろ調べたり、うんうんうん、そういう方に回ってますけども、うん、でもあんまりこう気にしないようにしようと 思いながら。でもね、やっぱり自分探しをこうしてる時にこういう先生にポジティブなこうちょっとこう教えていただいたら、ね、ポジティブの方がいいんですよ ね、うん、ね、ネガティブの方言われたらよく言われるんじゃない、あ、うん、嫌なことはすぐ忘れるんじゃないとか言うんだけど、うん、なかなか忘れないじゃない、うん、忘れないんだよ ね、 ね、そうですよね、残りもね、残りますよね。そうなんですね、そういう方に言われたら、うん、特にね、そうだよね、うん、だからさっき占い私が苦手って言ったのはそこなんですよ。そういうのでそこで終わっちゃう占いがちょっと苦手で、うん、じゃあ私は人生ね、自分次第で変えれるって思ってるし、うん、それで生きてきて今も生きてるんで、うんうんうん、絶対変われるんですよ。自分次第で、ね、自分次第で変われます。でもあの今の現状から、まあ、カードであったりとか読み取ったりすると、まあこういう結果に悪い時もあります。でもそれをじゃあどうしたらそこを回避できたりとかっていうのをお伝えしたりはしてます、うん、そこまではね、うん、しないとさっき言ったみたいにやっぱり受け取っちゃうでしょ、ネガティブ。そうだね、ネガティブでもね、ネガティブの方が長く残るような気がする。そうですよ、そうでしょ。そしたら人間ってそうなることが多いんですよ。多いね、本当ですね。あの私ね、あの理論派なんで、うん、あのそう脳科学とかそういう科学的なことで証明されてることも大好きなんで、ね、やっぱり脳ってそういう働きもやっぱりあるんですよ。だからそう思ってるとそうなるじゃないですか、うん、そうだね、うん、いいものでも悪いものでもね、うん、いやこう、あ、絶対なんか困難したらこういうことが起きるって悪いこと思ってたら起きる時ないんだよ、引き寄せるんだよね、うん、あ、そうです、そうです、うん、だからじゃあ逆やったらめちゃくちゃいいやんって思いません、うん、ポジティブに思ってたらポジティブに来るんです、うん、いいことが、うん、だから、うん、だからそれだけなんですよ、うん、でもなかなかそうやって言われたら気にするから、うん、でこの方で思ってたらネガティブがやっぱり来るから、うん、あ、当たってたとか、なんかもう、うわ、やっぱりそうやったんかとかってなるんでしょ。そうなってしまうね。なんか悪いことが起きるように期待してるんだ。そう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 、あ、めっちゃ上手にそれを、うん、それそれそれ、ね、だったら逆パターンで思っといたら、ね、ええみたいですね。ね、なんかいいことばっかりこう言われるって言ったら、うん、その中からなんか選べますもん ね、 うん、ね、あ、こういうこともいいって言ってくださったなとか、うん、あ、こういうことも合うって言ってくれたなとかね、そういういい方いい方になんかこうね、自分を持っていけたら、ね、うん、この写真があるんですけども、これはどうな、はい、あ、これがあの今あの講座でやっているの、まあ、私も先生が関東にいらっしゃって、うん、日本初のカラットセラピーって色とタロットカードを融合させた先生がいらっしゃって、うんうん、でそれでしょう、あ、でしょうっていうのままだから日本初なんです。日本初ですよ。でそれが私、まあ、あの色が好きやったんで、うん、両方できるっていうのでさせてもらってて、でカードも先生のがあの独自でね作ってらっしゃるんで、うん、あの怖いカード、タロットカードってちょっとみんなね怖いわとか言う人がいてるんで、ちょっと可愛い感じで、うん、作ってらっしゃって、でそれの、まあ、講師をさせてもらったりとかも、うんうん、してるんです。で、はい、色が好きなんです、うん、あの、ね、自称色の変態です。一番好きな色は誰、ね、一番好きな色、まあ、今やっぱ黄色とかピンクとか好きなんですけど、うん、嫌いな色がなくって、うん、好きな色っていうのは今は黄色とピンクで、うん、も
なんかね、カラフルなものを見るとすごいワクワクとか、テンションめちゃくちゃ上がって、それはでもすごく普通地味じゃないですか、なんか僕今日は今日は咲いてるですか、やっぱり咲いてるね、もう抑えなきゃと思って、初めてやしみたいな、ね、そうですね、ね、これから徐々にいろんなカラーを、ね、だからこのモスがね、あの25色あってカラフルな色なんです、うん、今日ちょっと こんな感じでしか持ってこれなかったんですけども、うん、こんな風にいろんな色があって、うん、あの染めておられるんですか、これはあの今日あの、まあ、北欧の方で会社があって、うん、全部手摘みであの手作業で色も染めてて、自然なもので色付けしてるんで、うん、もし動物とかちっちゃい子がお口に入れても大丈夫、危なくないし、でも25色あるんです、カラフルでしょ、カラフル、ね、すごい ね、そこでテンション爆上がりで、うん、ね、で生きてるんですよね、100年も生きるの、いや100年も生きるのすごいね、すごくないですかね、すごいふわふわしてね、うん、でこの子らふわふわしてるねんけども、あの生きてるから自発呼吸してるんですよ、でこの部屋がもし乾燥してたら、この子ら自分らの水分飛ばして環境を整えようとしてくれるから、すごいです、けなげなんで、ね、カチカチになるんやけど、また湿度が戻ったらふわふわに、戻ります、調節、ね、どのぐらいかかるんですか、時間、このぐらいのサイズを作るの、あこれぐらいのサイズ30分、色選びがみんなね結構ね時間かかるんですけど、まあ、3、40分ぐらい見てもらったら、まあね、その不得意やっていう人でも、まあ1時間あったら全然大丈夫、まあ40分ぐらいあったらできますね、はい、ね、またぜひこういう講座を、ね、あの市に先生、はい、あのお店でされるので、はい、そうね、また満月クラブにもね、ぜひ来て、またね、教えてあげていただきたいですね、材料とかはこんな感じですか、あ、はい、まだ他にもいろいろね、あるんですけども、とりあえずそんな、色がそちらに出てる ね、たくさん、たくさんの、はい、色が出てる、これ色の 一部ですよね、元あるんですよ、それちょっと切れてるかもしれんけど、25色ですか、あ、はい、うん、ね、作るのもいろいろなまた考えてあのしてるので増えていっております、マメ、ね、さんも結構ね晴れな時もありますよね、そうですそうです今日はちょっと控えめに抑えてきたでしょ、二人とも控えめ今日はね、なんか ね今日はなんかジャジャさんのブルーがパッとこう素敵素敵、こっちの方が晴れです、そうですね、え、なんかいい感じですよ ね、この今のスリーショットが、うん、今日は控えめですか、はい、それはね、僕見た時に、あ、今日は控えめですねあ、そう今度はちょっとう、ね、本領発揮でいきましょうかね。どの色が一番好きですか、そうですね、やっぱりね、最近は赤とかゴールドが好きですね、赤とゴールド、ね、うんうん、ゴールドいいですよ ね、私もゴールド大好きです、ね、なんかキラキラした感じが、キラキラがいいです ね、先生も今日キラキラ、キラキラ、ね、キラキラはカチューシャ、はい、キラキラは外せないです ね。キラキラどうですか、あ、キラキラ好きですよ、すごく、なんかこう幸せを感じますね、シルバー派ですか、いや僕はゴールド派、やっぱり、ね、今日はシルバーつけたりから、その時にもよりますけどね、なんか本当キラキラ、僕も抑えてるんですよ今日それからどうしたよ今日3人ともやっぱり、まあ、ジャズさんもいつもこうあのカラフルな、そうなんです、うん、キラキラのシャツ、ねえ、あ、いいですね、いや、なんやろ今日3人ね示して合わせたかのように3人が、ね、抑え目夏休みって感じ色休み、うん、多分僕の場合あの昨日ね、あの京都行ったんですよ、はい、京都のお寺、木舟、うん、あ、行ってこられたんですか、木舟神社、大好き木舟、あ、そうですか、うん、初めて行ったんですけど、ね、すごく良かったなと思って、
いいですね。そう、何回も行かれたぐらいですか。何回、あ、その、はい、そうです、何回か行っても大好きなんです、貴船。あ、そうですか。いいですよね、うん、なんか暑かったですか、でも昨日。ちょっと雨ではないけど、小雨があったんですけどね。ちょっと降りましたね。涼しかったでしょ。やっぱり暑いというのではなくて、だから山だからね、はい、歩いていったとしてもそんなにめちゃめちゃあそこはなかったです。そう、よかった。そうなんで、あそこら辺はね、ちょっとやっぱり涼しげなところなんですけど、そうやけどね、この間とかめっちゃ暑いからどうなんかなと思って、あ、全然気持ちよかった、うん、終わってからまた下に歩いていったりして、いいですよね、あそこ、ね、水が好きだからね。私も水大好きなんですよ。だから水につきで三つき、あ、そう、水ですよね。水大好きです。水が必要ですね、本当に。そういうここもね、なんか水入れてるのよ、これは水、あ、そうだ、あ、すごい、単なる水、大事にしましょうっていう、そういうね、そういう意味で、そうですよ、水は大事ですよね、本当に水は大事。水好きだから昨日気分でね、お寺に行ったでしょ。ね、木舟さんは、水の神様とか言う。そうなんですよね。ですよ。もうね、切ったくなってきた。めっちゃ最近行ってないからね。あ、そうですか。来たよ。と水、ね、いいです。奥の方の、奥の方の見たんですよ。行きました？そうそう。前の方と奥の方、両方。両方。あ、よくご存知ですね。よく行かれるもんね。奥がまたいいですよね。雰囲気がちょっと違うんだよね。違います、違います。よかった。ですごいね、昨日そこでもうずっと歩いてたから疲れてるんで、はい、今日はちょっとシンプルな格好で。でもほら、やっぱり行ったから水のブルーで、本当ね、無意識的に選ぶ、本当ね、そうなんです。だから無意識に選ぶ色がその人の潜在意識をこう、うん、表してるんですか。そうなんです。じゃあ私たち今日はもう清らかな、ジャジャさんのご利益を私たちに分けていただいて、ね、もう帰ってちょっと着替えます。着替えたくなりました。それはね、今回はね、なんかこのシールいただいたんだけど、デビボエ、そうなんです。私高校の時にすごい大ファンで、青春時代に、そうなんです、青春時代なんです。デビボエ、デビボエ、デビッドボーイさんの歌、ブルージーンって歌が、私のあだ名なんです、ブルージーンって。あ、そうですか。いや、無理やり高校の時に友達に呼んでって言って呼ばしてました。そんな、それぐらい好きだったんですね。で、で、みんな長いって言うから、じゃあジーンでっていうので、ジーンって言って、あだ名ジーンです。あだ名が。へぇ、はい、なぜこの曲を好きですか。なぜブルージーンが好きですか。いろんな、その入ってるいろんな曲大好きやったんですけど、プロモーションビデオとかがすごい素敵やったのと、一応架空の女の子の名をイメージしてこう作ってらっしゃる歌なんで、ほんで、まあ、女の子の名前っていうので、でちょっとあだ名にしたから、ちょっと思い出がすごくあって、すべて好きなんです。ブルージーン、デビッドボーイみたいな、ずっとかけておいてくださいみたいな。全部の曲、全部はフルで書くことはできないんだけども、ね、著作権で多分怒られるかもしれないから、ちょっとだけ書けます。はい、いいですか。いや、嬉しい。デビッドボーイ最初から行く。はい、懐かしい、懐かしい、素敵すぎるわ、ごめんなさい。すごいな。すごい懐かしいね。懐かしい。ね、知ってますか？デビッド聞いてました。そう、この辺で下げた方がいいと思う。Facebook は多分怒られると思う。うんうん。でも BGM でかけてね、話してね。いつデビッドボーイを知りました。
出会いましたか。高校の時なんでレッツダンスとかその時代、あ、レッツダンスこれも流行りました、うん、ね、あの時はもう私はそのちょっと後ぐらいに知ったから私の時代ですわ。ライブは行けなかったんですけど、うん、その時レッツダンスの中にあの赤い靴、うんね、レッドシューズっていうのが、うん、歌手の中にあって、だからもう日本中の赤い靴がなくなったという伝説、まあ、ちょっとオーバーかもしれへんけど、なんかすごいそれでボーイが来るからっていうのでっていうのとかが、いやもう素敵じゃないですか、お顔もお声も全てが、ね、声は独特だよね、うん、でもなんかすごい、あ、去年にボーイの、うん、あのなんか映画いろんなこう出演してたものとかなんか集めた映画があったんですよ、うん、でそれが中で知って行ってきて、うん、もうねめちゃくちゃ良くって、うん、2回行ってもう号泣してました、号泣じゃ あの時代とあのボーイの、 あの思想とか私結構あの人間のその人のなんか人間性を見るのがやっぱりで好きになるっていうのが多くって、うん、すごいなんか再確認して素晴らしい感性の人やったなっていうのと、うん、日本がすごい大好きで、あ、そうなんですか、うん、で京都とかにもすごく行ってらっしゃって、あ、そうなんですか、うん、だからもうあの普通にあの阪急電車とか乗ったりとかして、で阪急電車たまたまそのねホームでボーイがっていうので駅員さんが撮った写真とかも当時ねあったりとかして、すごい日本びいきでっていうのがあって、うん、なんかもうほんまに普通にこう日本でこう生活したりとかっていうのもされてたんで、うん、そのね感性人間性とかがすごい、うん、すごい、あ、うん、すごい好きでした。なるほど、私はそんな深くは知らないか、曲しか知らないんですよね。結構大ヒットの曲いくつかあったから、うんうん、で他の有名な歌手もコラボレーションして、そうですよね、その曲もすごく大ヒットになって、うんうん、それしか分かんないんだけど、うんうん、でも声がもうどこでいつでも聞いても、あ、これはデビッド・ボーイの声だって、あ、分かるんですよね、不思議と、そうなんや、すごい、はい、そういう独特の声も、そうですよね、声の質ね、うんうんうん、あ、そうですよね、うん、そうだよね、うんうん、もうこの当時のねあの、うん、ディスコソングって言うんですかね。そうですね、ディスコが流行りましたね。もうね、本当に次は誰の曲とかね、そう、ユーロビート大好きでした、うん、ね、うん、言ってました言ってましたね。懐かしい。ディスコ行かれたんですか。はい、大好きでした。あ、そうですか。もう私らの時代はディスコですね。ね、本当にクラブじゃない。クラブじゃない。ディスコ行かれたんですか。ディスコ行きました ね、 ね、クラブじゃなかったね、うん、クラブではなかった、ね、ちょっと後がクラブになった。そうですね。分かりました。で他はマギルさん。はい、それでは本当今日は水木先生ありがとうございました。またこの続きこんなおしゃべりで大丈夫でしたでしょうか。すみません。楽しかった、ね、よかった。もう楽しいとか面白いって言われるのが一番褒め言葉で、うん、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、で他のなんか、はい、宣伝させていただきます。今度ね、そうですね、一番近いのが先ほど宣伝させていただきました、私 の、 あの今度出るというのが、京都ポント町で、ここで着物 の、はい、モデルファッションショーにこの水木先生と一緒に、はい、出ることになりました。そしてその時に私の自分のオリジナル曲アネモネとこの街も着物で歌わせていただきま す、 そ う、 です。まあ、そういうことが今度9月の8日の日曜日、京都ポント町三条、京阪三条で降りていただいて橋を渡ってすぐ左側にありますかぶれん城というところで、はい、そこで着物のショー、そしてはい、歌の方も披露させていただきます。よろしくお願いします。で、それと、その、
ちょっと3日ほど前になりますが、今度ひろしの会っていうのがありましてね、これが東京であるんですけども、あのひろしさんっていう歌手の方が勢ぞろいされてね、あの大阪でよくあのいろいろゲスト出演されてる方たちが今度あの地元の東京でされるということでね、面白いですね、はい、あの出られる方は、そうですね、北岡ひろしさん、加納ひろしさん、杉ひろしさん、三岡ひろしさん、坂本ひろしさん、青山ひろしさん、そしてあの司会をされる水谷ひろしさんがあのはいされる、そういう、蒲田、東京の蒲田ニューエイトというライブジャズバーで、そこでひろみなんですけども、私の名前はあのひろし、ひろみという音が一緒なので、まああの仲間に入れていただきまして、私もゲストで歌わせていただきます。この時は、4曲自分のオリジナル曲をあの歌わせていただくことになるということですので、またよかったら、まだまだチケットもありますので、これは3300円のチケットでドリンクもついてあります。また東京の方にお知り合いがおられて、またついでがございましたら、ぜひこの、9月5日木曜日です、お昼からですけどね、ニューエイト来てください。またあの私がチケットを手渡しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして、またね、10月にはアガリアンセ、滋賀県のアガリアンセで、10月6日今度特別ゲストさんで五条哲也さんがメインゲストで、そこに満月ひろみが前座で歌わせていただきます。また他にも歌手の方が皆さん来られるということを聞いてます。よろしくお願いします。またこれもまだまだ見れますので、ぜひ来てください。問い合わせは私の方の携帯にお電話ください。よろしくお願いします。ちょっとね、私の、個人的に、お店経営今年20周年という年になりまして、本当にこの20年の間にもうその本当に素晴らしい、いろんな方、歌を通じて、そして歌だけじゃなくいろんな方と出会いがありまして、ご縁をいただきました。その20年の、間に本当にこうやってお付き合いしてくださってる方々とまた楽しい会を、交流会をしたいと思っております。11月4日と決まりましたので、11月4日の、月曜日祝日、はい、振り替え休日になってます。重曹のグランドサロンというところで、キャバレーなんですけども、すごく本当ゴールドのね、きらびやかなところなんです。ジャジャさんがすごい喜んでいただけると思いますものすごく映えますの でインスタ映えすると思いますし、 YouTube だとかね、インスタとか、うん、いろんなところに流していただいたら本当に皆さん PR できると思います。そしてまた先生にもその時ね、ぜひブースをね、占いコーナーとか、こういうアートとか、いろんなこの販売ブースも、ね、他にもたくさんお絵描きする方とか、似顔絵される方とか、マッサージができる方とか、いろんな美と健康をされてる方が PR に来られますので、楽しみにしてください。また皆様にも歌を歌っていただいたり、音楽を通じて楽しい一日を過ごしていただきたいと思います。また近づいてきましたら、またこの、はい、この番組の中でお知らせさせていただきます。
よろしくお願いします。11月4日です。でその時、そうですね、先ほど言ったあの水谷博さんっていう方が、あの今度東京で一緒になる、あの司会の水谷博さんがあの来て駆けつけてくれまして、司会をしてくださるということが決まりました。ありがとうございます。そして今度あのメインゲストであの来ていただく人が、あの新浜レオンくんという、あの以前あの、ま、歌手活動されてね5年目なんですけども、あの新人レコード大賞新人賞をもらっておられる方で、そして今年紅白を目指しておられて、もうほぼ確定ということを聞いてます。その方があの駆けつけて、あの皆さんの前で歌ってくださいます。また一緒にね、皆さんと一緒に新浜レオンさんの歌も歌ってくださればいいと思います。そのね、またトロフィーなんかも3つほど用意しますんで、すごいすごい、また直接新浜レオンさんの方からあのトロフィーを受け取っていただいたり、そういうあの場面も作りたいなと思ってます。ぜひ楽しみに皆さん、楽しそう、参加してください。はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の一言。はい、それでは私のオリジナル曲、作詞をしましたこの街、聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またね、はい、また呼んでください。心の片隅見たから決めた。